僕間違えてあちらの集落側の方行っちゃったんですね。通りで大変なわけだ、歩くのが。ここを歩くのも大変なんですけどね、僕にとっては着物だから。だいぶ上り坂を進んでいます。そうですね、このまま進み続ければここにあるんですけど、こちらに行くと観音橋と出世観音があるそうです。ショートカットにもなります。なんですが、コースの順路に従って芙蓉楼、バンガロー村、それから興文堂跡、それから2階建てのトンネルを見てから観音橋と出世観音見てまいりたいなと思っています。ごめんなさい、今マスク外してる状態なんですけれども、僕の周りには誰もいないことを確認した上でマスクを外しています。人とすれ違った場合はすぐにマスクを着用するつもりでいるのでご了承ください。確かにここから道路温泉の宿見えますね。相当近づいてはいます、先ほどに比べると。なんですが、順路に従って進んでいきたいと思います。このまま不思議な洞窟を見つけました。これ一体何だろう、何でしょうね。なんかよくわからないんですけれども、ちょっと怖いのでここから撮るだけにしておきます。もう一度地元の方にお尋ねしましたところ、この道をまっすぐ行くとまた Y 字路が現れるそうなので、これを左の方に行きまして、こちらの道が狭いらしいんですけども、そちらを通っていけば六葉楼バンガロー村に行けるそうなので、そちらを目指したいと思います。あれですかね、あれかな、見づらいかもしれませんが、あちらは次の Y 字路みたいです。こっちに行くととんでもない方向に行ってしまいますので、左側に行ってみたいと思います。ちょうど標識も見えますので確認しながら進みたいと思います。バンガロー村がこちら、出世観音裏参道とあるんですけど、こっちですかね、こっちみたいですね。危なくなったらすぐ引き返すという方針で散策を続けたいと思います。さっきこちら側に進んでいく人影を2つ見たので向かってみます。確かにバンガロー村って書いてありますね。日差しがだいぶ強い。なるほど、確かにこの方角に奥養老バンガロー村があります。営業しているかどうかは分かりませんし、今回利用する予定はないのでこの道を進んでいきたいと思います。にしてもそんなにいい道ではありません。気を抜いたら足を滑らせて転んでしまいそうな感じの下り坂です。それにしても道を間違えてしまったわけなんですけれども、それでもなんとかリカバリーしてここまで戻ってくることができました。ここから先の目的地はそんなに多くはありません。せいぜい 4,5 箇所ぐらいでしょうか。その程度だと思いますので、ゆっくり焦らず慌てず、この道がこんな感じで急だったりするので、本来であればこの格好はふさわしくないというのが重々承知します。でも僕は旅する着物なんです。着物で頑張らないと意味がないので頑張ります。本当にここは道理で来るべき場所じゃないですよ。それでも道理で進んじゃうんですけど、僕はとにかく慌てないことですね。慌てない。もうすぐ下り坂終わるみたいです。長かった。いつ足を滑らせるか心配になりましたよ。地面はこんな感じに葉っぱの絨毯みたいな状態になってまして、
こちら側がぬかるみになっているので、そこは気をつけたいところですね。僕と同じようにハイキングコースを散策中の方々2組いらっしゃって、道がわからないということで大変苦労していらっしゃる場面に出会いました。マスクを失礼します。もう誰もいないので、あの地図通りに進んでみたところ、ビレッジ看板がありましたね。中瀬遊歩道、今何かの災害で高分堂跡までしか行けないということになっているので、さっき聞いた話ではこの先だって言うんですけど、ここで合っているのかな。ちょっと行ってみますか。本当にこれは道なき道みたいなところだ。本当にここで合っているのかな。よかった、人の声がします。どうやらここが奥養老バンガロー村のようです。あともう一踏ん張りこの階段を登っていきたいと思います。ここですね、奥養老バンガロー村。よかったよかった、間違えたかと思って。高分堂跡こちらだと思いますから、このまま進んでみたいと思います。川のせせらぎがとても近くに聞こえます。ということは目指す高分堂跡はとても近いと思いますので、だいぶ時間も使ってしまいましたけども、やっと一つ目の目的地に到着した感じですね。なるほど、バンガロー村ってキャンプ地なんですね。だからキャンプをしに来た人たちのための小屋が建っています。道なりに進むということですから、この道でいいんでしょうか。お、あれはあれかな、高分堂跡。どうやらここみたいですね。もう間もなく到着できそうです。行ってみましょう。うわー、これもまた草履には厳しい。よし、これはまた大変。どうやらここがこの場所みたいですね。はあはあはあ、なるほど。はあ、なるほど。草履でどこまで行けるかな。なんだかとても景観のいい場所に来ました。いやー、でもここではないかなって気はします。高分堂跡を振り抜いたような感じになってるので、ここは単に養老川の一部分かなという気がしていますね。
おそらくなんですけれども、このまた急な坂の向こう側に興奮堂跡があるように思われます。何かそれらしいものも見えますので、こちらを目指したいなと思います。南京道とあるんですけれども、興奮堂はこちらとは書いてありませんね。これはちょっとありがたい。でも本当にこの道で合っているのかな。ここにも避難経路としか看板立ってませんね。本当にここで大丈夫なんだろうか。あれ、また妙なところに出てしまったかな。若干心配にもなりましたけど、どうやらこの道で間違いなさそうです。中瀬遊歩道はこの先にありそうなので向かってみます。いや、たくさん汗をかいてしまいました。無駄なことをやりすぎましたね。道端に柿がなってました。多分渋柿だな。普通には食べられそうにないな。紅葉シーズンの到来にはまだまだ遠いと言われていた養老渓谷に、少しずつ紅葉の兆しが見え始めてますね。こんな風に黄金に輝いています。向こうにトンネルが見えてきました。ちょっと見づらいですけれども、塚越と書いてあります。この塚越の先に中瀬遊歩道ありますので、向かってみたいと思います。トンネルの内部こんな感じになってます。どうやら途中からはゴツゴツした岩のような感じになっていたり、ここはコンクリート、それもそんなに長くはなくて、また再びデコボコした表面の内壁に変わってます。さっき誤ってあれが興奮堂跡じゃないかなと間違えそうになったんですけど、やはりあれは興奮堂跡ではなかったですね。このトンネルを抜けた先に中瀬遊歩道がありまして、興奮堂跡あるらしいので、皆さんにお見せしたいなと思います。たった今塚越のトンネルを抜けました。ずっと上り坂ばっかりだったんで、今度は下り坂、しかも最初の頃に比べたら楽ですね。ちょっと楽をしましょう。だいぶ日が暮れてきました。早いな、日が落ちるの。向こうに人が見えますね。向かってみましょう。多分あそこが興奮堂です。まあ随分かかってしまいましたが、ここが興奮堂跡入り口です。ここに中瀬遊歩道の案内出てますが、この道に沿っていけば興奮堂跡見ることができそうです。興奮堂を見次第引き返して、すぐ目の前に2階建てのトンネルあるんですが、そちらを通って観音橋に向かいたいと思います。いやー、綺麗な場所ですよ。川のせせらぎも美しい。ここに来るまでに3時間かかりました。遠回りをした甲斐はありましたけど。どうやらそれっぽいところにいましたけど、ハイキングコースの地図に載っていたのとはちょっと違うかもしれないんですが、ここが興奮堂です。というわけで中瀬遊歩道を U ターンして戻ってきました。次は2階建てのトンネルを見せしたいなと思います。
ここが2階建てのトンネルです。すぐ脇には川の家という温泉旅館あります。ではこの2階建てのトンネルの中へ入ってみたいと思います。この2階建てのトンネル、正式には共栄トンネルというのだそうです。作られたのは昭和45年だそうです。随分古いトンネルですね。いやー、ここもいろいろと年季が入っていて若干怖いな。さて、2階建てというのはどういう意味なのか、果たして見ることができるんでしょうか。あ、そっか、あ、これだ、こう見るべきなんだ。ちょっと意表を突かれましたけど、ようやく2階建てのトンネルの目で確認することができました。残る目的地はあと2つです。観音橋と出世観音を回って養老渓谷駅目指したいと思います。というわけで共栄向こう山トンネル歩き切りました。なかなか楽しい体験をさせていただきました。さあ、次の目的地参りましょう。急がないと真っ暗になってしまいます。急ぎます。